いつもここにいるのか？うん。ねえ、どこ行くの？わからん。送ってく。どこへ？わからん。俺ともっと一緒にいたいんだろ。うん。ここってプレートの下だよな。5番街スラムか。うん。向こう行けば街人たくさんいるし、上へも行けるよ。へえ、じゃあ街まで行けばなんとかなりそうだな。そんじゃ案内よろしく。じゃあ行こうか。平気、俺がついてるだろ。任せとけ。任せる？はいはい、危ないから下がって。アクティベイティングコンバットモード。アレックス！ブレッハッチ！おしまい！コンプリートリゾー！頼もしい。ふっふっふん。強いんだね。強くてまるでモンスターだよな。ザックス、どうかした？いや、さあ行こうか。あれ、かっこよかっただろう。わからん。褒めて、讃えて。ほら、ザックス、行こう。って、もしもし。ここが町か。そう。どうかした？スラムって思ってたより町らしいんだな。もちろん、大勢暮らしてるんだから。ねえ、あのゲートの中マーケットなの。お店いっぱいで楽しいよ。なんか息苦しい。大丈夫？わかった。空がないからだ。空なんてなくていい。年中プレートに覆われてたら空が恋しくなるだろう、普通。ごめん、普通じゃないの。わけあり。空、怖いんだ。吸い込まれそうで。変だよね。
数なんてつまらないさ。そうかな。そうだ、俺がいつか綺麗な空を見せてやる。怖くなんかない、エアリスだってきっと気に入る。面白そうなところだな。うん、少し見てく。おっ、あ、ごめん。気をつけろよな。ごめんなさい、気をつけます。いってえな。あ、あら、あらら、どうしたの。財布がない。大変。あのガキ、俺の財布すりやがった。エアリス、ちょっと待ってろよな。さっきのガキ捕まえて財布取り返してくる。ブルーノっていうの。ブルーノ？あのガキの名前？うん、あの子少し知ってるの。こんなことする子じゃないよ。でも本当に財布取ったなら何か理由あるはずね。私探してくる。ザックス、ここで待ってて。分かった。待つけど俺せっかちだから。うん、知ってる。バレてた。理由があっても盗みは盗み、ぎったり説教してやらないとな。限界、なくなったのは俺の財布だ。俺もブルーの探すぞ。あっちに行ったよな。おい、いえ、お兄ちゃん。おろ、そこの出口はプレ。大切な人へのアクセサリーなら。わしは世界中を。マテリアのことなら。ただいま、カズ。ここから出たとか。なあ、あんた、こっちにガキが走ってこなかったか。男の子。男の子？さあ、こっちには子供はまず来ないよ。そうか。
財布でもすられたか。え、ここじゃよくあることだ。でも犯人探しは一人では難しい。町の連中に頭下げて手伝ってもらいな。それもそうだな。よし、適当に声かけて頼んでみるか。情報？情報？ちょっといいかな。いらっしゃい、プレゼントかい？いや、買い物じゃないんだ。なんだ。財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか？こんな子なんだけど。知らないけど、まあ気にしておくよ。助かる、よろしく。ったく、どこ行きやがった。嫌がった。なあおじさん、そいつだ、捕まえたよ。おお、足の速いガキだな。おい、何言ってんだよ。ああ、もういない。いや、悪いな。俺はとにかく足が遅くてさ。全然追っかける気なかっただろ。そんなことないんだけどな。頼むよ、もう。ザックス。あ、エアリス。ブルーノいた？まだだけど、待ってて。ごめんね。ま、あのさ、ちょっといいかな。なんだい？財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか？こんな子なんだけど。ああ、任せとけ。ブルーノだな。うん、任せとけ。助かる。見つけたら捕まえてくれるともっと助かるよ。ったく、どこ行きやがった。嫌がった。なあおじさん、そいつだ、捕まえたよ。くぅ、逃げられたか。取り押さえようと思ったんだけどな。あいつに今俺のとっておきのマテリアを盗まれちゃったんだよ。いやー、あれを使われちゃ追いつけないよな。あんた追っかける気なかっただろう。やだな、そんなことないって。頼むよ、もう。エアリスもまだ探してんのかな。一人で大丈夫か。ん？もしかしてさっき俺の財布盗んだのお前じゃないか。ひどいな、俺さっきからずっとここにいるだろ。違うか、悪かったな。本当悪かった。いいよ、財布を盗まれたんだろ。犯人探し俺も協力するよ。それじゃあ俺の持ってる情報と兄ちゃんのポーションを交換しない？情報屋かよ。ただってわけにはいかないもんな。その代わり何でも知ってるぞ。毎度あり。ほら、兄ちゃんの後ろにいるぞ。何？なんだよ、もういないぞ。じゃあ、あいつが行きそうなところを教えてくれ。ん？今、情報を教えただろ。もっと知りたいなら、アイテムもう一個だぞ。なんだよ、それ。毎度あり。あっち、ほら。ほんとか？っていいね。まさか、今ので情報一つとか言い出すんじゃないだろうな。はい、言いますよ。次の情報、知りたい？毎度あり。あっち、ほら。ほんとか？っていいね。まさか、今ので情報一つとか言い出すんじゃないだろうな。
はい、言いますよ。次の情報、知りたい？んなもんいるか！頼むよ、もう。そう、わかった。また来るね。あ、エアリス。ザックス。ブルーノ、いた？ううん、まだ。でも、絶対見つけるから、待っててね。え、さっきから誰も来…エアリス、どうよ。ザックス…そんな顔しなくていいから。でも参ったな。なあ、協力して探さないか？でも…心配すんなって。頭から怒鳴ったりとっちめたりしない。ちゃんと訳を聞いて、理由によっては大きな心で許す。本当？本当本当。じゃあ協力しよう。うん、でも手がかりがないんだよな。ブルーノ、何か買うならまだ町にいると思うんだ。そうか。じゃ、エアリスはここで目を光らせる。俺は街を一回りしてくる。そういうことでよろしく。ここは5番街スラムのマーケット。まあ、見つけた。あ、うわあ。はい、追いかけっこおしまい。やったな。お前、自分が何したのか分かってんだよな。人のものを盗むっていうのはな。ザックス、ね、非常に良くないことだぞ。で、盗んだ理由は何なんだ？兄ちゃんには関係ないね。ブルーノ、盗んだのは本当？うん。そっか。どうしてそんなことしたんだ？エアリス、お前のこと信じてたぞ。俺が決めつけてもそんなことする子じゃないって。俺はともかくエアリスには話せよ。お金が必要なの？困ってるの？薬がいるんだよ。でも自分の財布モンスターに食われちゃって、だからこの人の財布を取った。エアリスの友達なら許してくれるかもって。ブルーノ、これはダメ。がっかり。もうしないよね。うん。じゃあ忘れる。また仲良くしよう。ザックス、それでいい？エアリスの顔に免じて許す。ありがとう。ごめんなさい。でも薬がいるんだよな。うん、じいちゃんの薬なんだ。本当？俺に任せろ。でも危ない。平気平気、この辺のモンスターなんて楽勝。それなら私も手伝う。いいって、大丈夫。俺に任せとけって。エアリスはブルーノと待ってろよ。モンスターはまだ公園に行く道にいるはずだよ。じゃあ財布とお金返すね。準備して行ってきてよ。いらっしゃいませ。
あ、いえ。公園はこっちか。おい君、すぐゲートの中に戻りなさい。公園からモンスターがわんさか現れた。公園、なるほど、そいつらだな。なるほど、じゃない、みんな逃げたよ。危ないから君も早く戻りなさい。悪いけど、そいつらに貸してる金取り戻しに行かないといけないんだ。な、何をわけのわからないこと言ってるんだ。ま、大丈夫大丈夫、心配いらないって。あんたもさっさとそのゲートの中に入ってな。出た出た、こいつらだな。ブルーノの財布返してもらうぞ。アクティベーティングコンバットモード。この財布だな。中身も無事だよな。うわっ、俺の財布より入ってる。本当に取り返したんだ、すごいな。うわ、ベトベト。文句言うなよ、戻ってきただけマシだろ。ザックス、大丈夫だった？楽勝楽勝、問題なし。ありがとうな、兄ちゃん。ザックスだ、盗みなんかするなよ。また何かあったら頼ってこい。遠慮しておくよ。兄ちゃん、お金、俺より大変そうだ。ま、今はな。でもな、見ていろ、俺とエアリスで大儲けするんだから。え？ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい計画だ。そう、ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。エアリス、本気？うん、頑張るから。だから困った時ちゃんと相談して。分かったよ、ちゃんと相談する。じゃあ兄ちゃん、エアリス、ありがとう。ねえザックス、さっきの本気？お花売るって。もちろん、あれだけ言ったんだからやるしかない。そうだ、ワゴン作ろう。ワゴン？そう、花売りワゴン。ワゴンに積んで花を運べばミッドガル中で売り歩けるだろう。あれ、気に入らない？ううん、すごい、やってみたい。いらっしゃいませ。ただいま女の子へのプレゼントにも。相談、そこに高価なローズのオイルをブレンドすると、この八つ葉のコロンもかなりお上品に変わるの。ブレンド、さすがはかっこいいお兄さん。このコロンに必要なオイルは、落ちてくる雫をしっかり数えて。
は逆に増したわね。じゃあお代は。ありがとうございます。ほらエアリス、これ使ってよ。俺からのプレゼント。嬉しい。個性的な香り。ちょっとまずかったかな。いらっしゃいませ。ただいま女の子。ちょっと相談。そこブレン。さすがわか。この頃に必要なオイルは、この落ちてくる雫をしっかり数えて。はーい、ちょっときつい感じになったわね。じゃあお代は。ありがとうございます。ほらエアリス、嬉し。個性的。おい。いいことはし、最近カームから世界中を旅。お、エアリス、今日は彼氏と一緒か。ううん、今日会ったの。あんたさっき子供を追っかけてたよな。町の奴らから話を聞いたよ。たちの悪いよそ者かと思ってたら意外にいい奴だったんだな。冷たくして悪かったよ。これは俺からの気持ちだ。それにしてもエアリス、なかなかいい彼氏を見つけたな。ううん、そんなんじゃないよ。全然違う。ねえ、ちょっとこのお店見ていい？え、買い物に来たかったのか。じゃあやめる。嘘嘘、いいって。好きなだけ見ろよ。ありがとう。ちょっとだけ、すぐ終わるから。この店気になるのか。うん、見てるだけで楽しい。なあエアリス。何？もしもしって起こしてくれたお礼に何か買ってやろうか。お礼はデート1回でしょ。それバッカみたいって言ってただろ。だってじゃあ今日の記念、出会いの。いいの？もちろん。じゃあこれがいいな。わかった、買ってくる。ちょっと待ってて。こんなもんか。ちゃんと結んだ？ま、大丈夫だろう。うん、なんかいい感じ。ありがとうザックス、大切にするね。ああ。ねえ、まだ時間ある？なくもないけど。公園行かない？お、なんかデートっぽいな。うん、じゃあ行こう。ソルジャーって会ったことある？多分。幸せなのかな。どういう意味？子供たちの憧れ、世界を守るヒーロー。でも普通じゃない。よく知らないけど
特別な手術受けるんでしょ？らしいな。普通が一番幸せ。私そう思う。ソルジャーってなんか変。そっか、変か。それに怖い。戦うこと大好きなんだよ。俺ソルジャーなんだ。ごめん。綺麗。顔瞳気に入った。だったらもっと見てよ。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。もう空みたいな色だろう。うん、この空なら怖くない。確かに俺の周りは普通じゃないことばかりだ。エアリスは？なんか問題あるのか？今日は穏やかな一日かな。そう思ってたら空からソルジャー降ってくる。そんなに悪いことじゃない。うん。ザックス、今すぐシンラビルに戻れ。ジェネシスが攻撃を仕掛けてきた。わかった。行くところできちまった。じゃあ私行くね。また会えるよね？もちろん。助かるといいね、お友達。え？うなされてたから。うん、大丈夫さ。今はそんな気がする。ここから死んだビルへはマーケットの中から行けるって言ってたな。またモンスターのお出ましか。アクティビングコンバットモード。かかってこい。ハッ！ブレッド！ハッ！ブレッド！ハッ！コンプリートリゾルブ。よっしゃー！Combat mode. Hot. Combat resolved.